まだ続くみたいですね。笑顔で坂登る。疲れました。話したいことがいっぱいあるんです。長崎市の野母崎恐竜パークを発着点に開催されたツールドチャンポン。今年で12回目を迎えたこの大会は、硫黄島、野母半島を舞台に美しい景色と美味しい長崎名物が味わえる人気のサイクルイベントです。コースは4種類、初心者から自転車愛好家まで、全国各地からおよそ600人のライダーがここ野母崎に集結しました。今日初めてで来ました。大村の自転車屋さんでツールドちゃんぽんがありますよみたいなやつでなって、それで出てみようって誘われて来ました。スカウトしました。車輪館って書いてます。降りずに坂を登る。やっぱ坂道を登り切ることですね。これが一番の楽しみと思ってます。めちゃめちゃです。バキバキに鍛えられます。そこが長崎です。2回目です。だいぶ前、7年前に1回参加したことがあります。やっぱり坂の町長崎ですから、やっぱりそれは覚悟してきましたけど、はい、ちょっと今日は走り切るかちょっと自信がないんですけど頑張ります。はい、これはもしかしてアマゾンです。僕偽物なんですけど、本物のアマゾンを演じた岡崎徹さんっていう俳優さんが長崎県出身なんですよね。現在も長崎にお住まいで、本物のアマゾンが生まれた地をこう偽物のアマゾンで走ってみたかったっていうのが、もう皆さんが安全で楽しく、そして長崎のね、うまく名物と、そして景色と、そしておもてなしを感じていただく素晴らしい大会にしたいと思っております。このツールドチャンポン、昨年から前パも MC を担当しています。覚えてあげてください。午前9時30分、いよいよスタートです。今年も55キロのベーシックコースに参加してきました。めちゃくちゃ緊張するんですけど、去年相当しんどい顔をしたので、今年はまず笑顔で坂を登ることを目標に頑張りたいと思います。もう今年はザ・パーティー、もうこれがパーティーだと、このパーティーだと、そういう意気込みで頑張りたいと思います。よーい、スタート。いってらっしゃい。今年めっちゃ怖いです。やっぱ去年の怖かったことも覚えてるので。ここからは前パと並走してくれた藤岡カメラマンの映像を交えてお送りします。バディー、お、軍艦島見えます。今日めちゃくちゃ秋晴れだから、綺麗に軍艦島が左手の方に見えてます。パーティーさんですね。はい、頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。声かけていただきました。アマゾンさんどうですか、調子は。もうちょっと滑りですね。体力の衰えを感じております。とにかく事故ないようにゴールバー目指します。あまり頑張ってです。頑張って、ありがとうございます。頑張りましょう。頑張るよ。ありがとうございます。声援を力に、最初のエイドステーション硫黄島を目指しますが、きつい。頑張って。山岳コースですね。海沿いというのは名ばかりの。ようやく見えてきました、硫黄島大橋。今年も天候に恵まれ、最高のロケーションです。
第一エイドステーション硫黄島。ここはライダーたちのエネルギー補給の場所です。長崎名物でおもてなしです。バッチリです。非常に美味しいですね、うん、こんなにいっぱいありがとうございます。充実してますよね。かまぼことかめっちゃ美味しいですね。市長、ヤクルト美味しそうですね。あ、生き返りました。南部の素晴らしい魅力に囲まれて、でその自然の中でですね、本来の、ね、自分を取り戻せる、そんな時間が作れるんじゃないかなと思います。それが魅力だと思います。来ました、第一エイド到着。やった、疲れました。このエイドもツールドちゃんぽんの楽しみの一つなんですよね。最初かまぼこからいただくんですけど、なんとこちら岩崎かまぼこさんのかまぼこ、僕があのパパパパッションで一緒に行った岩崎さんのところです。岩崎さん、ありがとうございます。いただきます。うん、うまいパン。さあ、しっかりエネルギーチャージしてどんどん次行きましょう。硫黄島を過ぎると次は野母崎サイクリングロード。全長およそ21キロ、長崎県唯一の大型自転車道です。ここは気持ちのいい風を感じながら走ることができました。坂どうですか？きついですね。きついですね。きついですね。今からまたきついのが来るみたいなんで、頑張ってください。いかに第2エイドで体力を回復させることができるかが、この後の鍵を握ります。第2エイドを越えると見えてくる河原大池。野間半島県立公園の中心に位置し、古くから神秘的な落ち姫伝説が言い伝えられています。ここからライダー泣かせの坂が続きます。きつい、超きつい。まだまだ続くみたいですね。スタートからおよそ1時間、コースによってはゴールを迎えるライダーの姿が。初めて坂道とか結構きつかった。風が強くて大変だけど でしたけど楽しかったです。なかなかこうやって子供と一緒に何かするっていうこともね、こうないのでですね、なんかいい経験させてもらいました。そして前パがエントリーしているベーシックコースも1位のライダーがゴールしました。佐世保の中里の方から自転車が最近好きになって、こういろんなことに挑戦していこうかなと思って今回参加させていただきました。急な坂が多くてやっぱきつかったんですけど、もう頑張って。今横には河原大池が見えてます。この河原大池を過ぎると坂が始まるという記憶がございます。うわ、思い出した。一気に去年の記憶が全部出てきました。ここからのまず気持ちの勝負ですかね。気持ちの勝負、ちゃんぽん坂。すごい、ちょっと待って、危ない。もう見た瞬間に気持ちで負けそうでした。危ない危ない。今回は大きな目標を掲げています。今年は笑顔で、笑顔でね、坂を登りたいと思います。おー、はい、いけそうですかね。そうですよね。はい、パーティー。常に笑顔でレースを展開します、うん、笑顔で坂を登る。頑張ってくれ。はい、はい。そしてもう一つ目標が、今年は誰かを助けます。お、誰かの走りを助けられるような振る舞い。きついですね。どうすか、この坂。この坂みたいで、じゃあちょっと僕が元気出るやつを。じゃあ大和くん、この山を一緒に登りきろう。いきますよ、バディー。よっしゃ、元気出た。
やった。頑張りましょう一緒に。頑張ろう。どうでした？元気出た。さあ、マイパちゃん、あと10キロよ。誰かを助けると言いながらも体力は限界。あ、いた。体は悲鳴を上げていました。どうした？ちょっと言いました。長崎の坂、恐るべし。きついっすね。落ちましょうか。あ、いいんですか、そんな。ちょっと違いますもんね、こうされて。あ、違います。じゃあ上まで行きますか。いいんですか、はい、そんな。うわ、たったちょっと待って、違うんですよね。全然違う。あと気持ちがあった、違います。ワンフォアオール、オールフォアワン。これもツールドチャンポンの魅力です。ちょっとやりすぎでしょう、坂。なんか去年より坂が増えてる気します。今のうちはマイカーパーティーに書いてなかった。え、マイカーパーティーで書いてますか？書いてますよ。ちょっと、マイカーパーティーです。うわー、マイカーパーティー、待っててくださったんですか？ずっと待ってます。うわー、すいません、遅くなりました。嬉しい。ムンデンカフェでやってたじゃないですか。雑誌が届くんですよ、テレビ。はいはい、テレビガイド誌。あれにかもう今年も参加するって書いてあったので、はい、あ、これはいかが。ちょっとありがとうございます。代わりに乗りますか？いや、いいです。じゃあいいっすか。本物はちょっと水分にかかれて。ちょっと写真撮りましょう、写真。皆さんの応援に感謝です。マイパもちょっとだけ有名になれた気がしました。いってきます。バディようやく第3エイドに到着。ここではかまぼこや長崎名物のハトシ、ごま豆腐が心と体を癒してくれました。さあ、ラストスパートいきますよ。第3エンドからゴールに向かっていきます。スタートしました。続々とゴールするライダーたち、その中にはアマゾン来たよ。野母崎初めて僕訪れたんですけれども、今度はゆっくり家族でまた帰ってきます。ありがとうございました。すごく楽しかったです。ゴールした後はツールドちゃんぽんだけにあったかいちゃんぽんが振る舞われます。これを目当てに参加する人もいるんですよ。やった、帰ってきました。ここまで。うわ、見えてきました。やった。あ、55キロやっとフィニッシュです。いや、やった。前川入ります。スタートから5時間40分、昨年より1時間遅れでの到着となりましたが、なんとか完走することができました。いや、2年生のチャレンジ。いや、今年は沿道からマイパーとボードを作っていただいたり、うちわを応援していただいたり、そういうのがあって、その応援が一番力になりました。違う。しかもそのせいで遅くなったみたいな。そのせいでじゃないですよ。ゴールした後のちゃんぽん、疲れた体に染み渡りました。いや、今回それこそタイムで言うと去年より1時間遅くなっちゃって、そこはちょっと僕の中で反省点かなというふうに思います。
来年はやっとゴールしました。乾燥パーティー。